カルダノエコシステムでは、物事が加速し始めています。カルダノのネイティブ自動マーケットメーカー、AMM、分散型取引所であるウィングライダーズは、テストネットの立ち上げを発表しました。チャールズ・ホスキンソン氏によれば、ウィングライダーズのテストネット立ち上げは、近々行われる予定の多くの試みの一つだといいます。カルダノベースの DEX、ウィングライダーズとミンスワップがテストネットで稼働開始。本日のツイートで、カルダノ上に構築された分散型取引所であるウィングライダーズが、テストネット上で稼働することを発表しました。テストネットプラットフォームは、カルダノやソラナを含むプルーフオブステークブロックチェーン用のネイティブな暗号ウォレットである、ニューファイウォレットを通じてアクセスすることができます。ウィングライダーズ DEX は、フィンテック及びブロックチェーンソリューション開発のリーダーであるバキュームラボズ社とのパートナーシップにより開発されています。DEX は、カルダノの EUTXO ブロックチェーンモデルの実装において革命的であるとされ、またスマートコントラクトプログラミング言語のプルータスを活用して、スワップやステーキングを超高速にするために最適化されるとされています。ウィングライダーズの発表は、ホスキンソン氏によって太鼓判を押されています。彼はこの発表を予想していたと述べ、この発表は近々行われる多くの発表のうちの一つに過ぎないと付け加えました。同じく AMM の DEX であるミンスワップも本日、カルダノブロックチェーン上でテストネットを立ち上げました。ミンスワップは、アロンゾハードフォークがカルダノブロックチェーンにスマートコントラクト機能をもたらした直後、そのテストネットを試した最初の DEX の一つであることは注目に値します。カルダノのエコシステムでは、今年に入ってからすでに多くの DApps 関連の発表がありました。先週は、初のフル機能 AMM DEX であるサンデースワップのローンチを見ました。それ以前には、オーダーブック型の DEX であるミューズリースワップ、ミルク、がありました。ミューズリースワップは、ビットコインキャッシュ、BCH、ブロックチェーンのサイドチェーンであるスマートビットコインキャッシュ、スマート BCH 用で最初にローンチされました。これらのローンチにより、ついに DeFi がカルダノのエコシステムに登場しました。DeFi ラーマのデータでは、カルダノブロックチェーン上の DeFi プラットフォームにロックされた総額は、現在約$87,000になります。最後までご視聴くださり、誠にありがとうございます。当チャンネルでは、仮想通貨に関するニュースをお届けしております。よろしければ、チャンネル登録、高評価をお願いいたします。